感染が確認されたのは、高知市に住む。実歳未満から70代までの男女5人です。このうち4人は昨日感染が発表されたクラスターが発生したデイサービス施設に勤める30代女性の夫と子供2人、そして別居の親族です。子供2人が通う保育園は接触した可能性のある園児ら36人の検査を実施し、全員陰性でした。 農業に従事する40代の夫と別居の親族に濃厚接触者はいません。また、高知市の70代男性は中等症で酸素投与を受けています。感染経路は不明です。クラスターが発生したデイサービス施設を利用する高知市の80代女性が死亡しました。この女性は今月1日に感染が確認され、 2日に中等症で入院、その後重症化し、4日夜に新型コロナウイルス感染症で死亡しました。昨日、中院に引き上げられた対応目安について。研磨。新規の感染者の多くがクラスターの感染者でございますので、まあ、市中感染がそんなに広まってないという状況から考えまして総合判断としては？ 注意ということは維持させていただきたいと。県内の感染者は901人となりました。中等症が3人、重症が2人です。死亡は1人増えて18人となりました。